みーちゃん、家がガラガラになっちゃったね。どういうこと？まずはジージとバーバーの家だよ。嬉しいわ。ジージとバーバーのところに向かってるんだよ。みーちゃん、ちょっと高かったな。あ、みーちゃん楽しんでる？うん、嬉しいの。もうぐるぐる回れるとこないからね。うん、かわいい。みーちゃん、うん、耳ひっくり返して。うん、さあ、換気中よ。ねえ、みーちゃん。こんばんは、いよいよね。船に乗るんだからね、みーちゃん。ちゃんと体力温存しないと。ねえ。大好きなジージとバーバのこのお家、よかったね。そうや、このベッドでグースカピーやね。みーちゃん、まだまだ旅は長いよ。ね、たくさん寝とき、ね、人間用の酔い止めにもね、船に乗る前には十分な睡眠をとってくださいって書いてあった。そう犬もきっと同じで、うん、自分の睡眠を取っておくことが大事。そうや。ね、今晩もね、またサプライズ続きなんだよ。どういう意味かしら。こういうふうに手をブラブラさせたらいいのかしら。意味がわからない。ねえ、お父さん何言ってんだろうね。そろそろゆうさんの時間な気がするんだね。もう鼻濡れてる。そや、元気よ。なんか鼻黒くれとしてね。うん。ねえ、あんたが元気でいてくれるのが一番ね、嬉しいよ。ヌルスタジオ。基準がミミちゃんじゃん。うん。だからこれよりでかいラブラだったらラブラドル見るとうお巨大って思っちゃう。ね、足が小さいの。バーバだって40キロとかで、その人はそりゃ太りすぎで。バーバこのキリンで遊ぼうよ。これキリン丸じゃないけどキリンなの。目が飛び出てる。ゴミを拾うバーバ。何してんのバーバ。これキリンよ。キリンね。追いかけてほしいの。遊んでほしいの私。ちょっとね、守れないよ。なんか遠くへ逃げてったけど得意げにちゃんと待つところがね。バーバーちょっと話してるんでしょ。キリンさんちょ、うわっ、お父さんの膝の上に座って。キリさんちゃん、いいじゃん。なんかね、犬って不思議だよね。ん、なんかいるだけで幸せになるわ。またいいね。ね、パパの名前忘れないで。忘れない。忘れられない。すぐ遊びに行って。いいね、あんたパパに遊んでもらって。もうだんだんほら、内容もさ、高齢になってくると遊ばなくなるよね。遊んでくれなくなるよね。ねえ、あんたいい顔してるね。安定してる、安心してる、みんないるし。ねえ、耳の目の先にはなんかしてるチージが。ねえ。
意味ひこうねえ、お散歩に行こうねん。ミミヒコー、みーちゃん階段軽やか。おお、うるさい。危ない危ない危ない。みーちゃん。やばい、めっちゃ揺れるこの橋。よう。みんちゃん、何の匂い嗅いでるの？ここ掲示板。ねえ。あ、みーちゃん。何かしら。みーちゃん、いい顔。別にの、あの、乗り鉄でも何でもないけど。乗ったことなんかないよ。ねえ、乗れないんだって。あ、行っちゃうね。何かしら。お母さんも疲れちゃった。よいしょ。お父さん元気だね。ババも走り出す。ちょっとお母さんは走れんわ。頑張れー。みーちゃん、あんたさすがの四駆だったね。早いね。お父さんがヘトヘトで。うん、なんか遺跡の前で写真撮ってるみたい。みーこーいいね。あ抱っこ好きだね、あんた。なんか見えてきました。大きいね、いいじゃん。あれ何だった？浜湯って書いてある。一つの大きなビルっていう。じゃん実はね、サプライズがあるんだよ、うんね、どういうことでしょうね。なんだろう、なんかね、お見送りに来てくれた、え、人とワンちゃんがいるんだ。人とワンちゃんがいる。誰でしょう。誰かな。ねえ、ちょっとお母さんが先に降りて見てみようかな、うん、どういうことかしら。おいでおいでおいで、みーちゃんおいで。みーちゃん、誰だ誰だ、誰だ誰だ。こんにちは、こんばんは。あ、声がする。あ、大きい。あ、みーちゃん、誰あの子。あ、声が一緒やんけ。お兄ちゃん、お兄ちゃんでした。あ、お迎えに来て、お迎えじゃないや、お見送りに来てくれたんだって。あ、1年ぶり、もっとだね。1年半ぶりですよね。顔が一緒。顔一緒でしょ。お手手も大きい、見て、立派な足。いや、でも背中の毛並みとかも本当にいい年だよね。ね、でも頭が大きい、すごいね。首がすごい太いし。そう。一本振ってる、ね、こうして見ると耳がキャキャシャって、ね、キャシャでちっちゃいよね。
お兄ちゃん。ゆっちゃん、びっくりしたの、ちょっとびっくりしたね。またね。あねえ。ねえ、ほんと。かな、だろうね。3歳。そうそうそう。そうか。大きいよ。大きくなるんだね、やっぱり。ねえ。ねえ。ドン君、ありがとうね。ねえ。空、青い海、安心してるわ。みーちゃん、浜風を感じるの。すごいね。眩しいって。眩しい。